これは個人的にも今ご紹介預かりました。団体としてでも発生参じなければならないというふうに考えまして今日やってまいりました。先生本当におめでとうございます。今ご紹介いただきました公益財団法人幼少年教育研究所なんですけれども、中央幼稚園が創立されまして、その後10年遅れること、まもなく50周年を迎える団体なんですけれども、幼児教育全国にたくさんありますけれども、本当に熱心な園長先生方が子どもが育つ現場フィールドに立って、その子どもの日本の幼児教育を考えようというような、そういった有志の方々がお集まりいただきまして、私どもの研究所ができました。私の母もその時の創立メンバーの一人でありまして、今湊先生に本当に長くたくさんの教えをいただいたわけであります。で、今湊先生が私どもの研究所の処方にですね、先だって書いていただきました文章があります。その時には私どもの研究所の第1回の研究会をですね、昭和39年、この新潟の中央幼稚園で第1回の研究会を開催しております。その時参加の先生方は、今は浄土に旅立たれております渡辺新潮先生、山内正道先生、宮崎義樹先生などの先生方、また現役でいらっしゃいます松木祖道先生、小林達夫先生、現在の全日本の私立幼稚園連合会をよりも先行する日本私立幼稚園、日照の時代を築かれた先生方であります。それで、この時に新潟でも縁の深い先生方が私どもの研究所の客員研究員として、いらっしゃいまして、皆様の お耳には親しまれております岸勲先生ですとか小林達夫さん、近藤光雄先生、造形では林健三先生、言語では村石正道先生、そういった先生方と一緒に今湊先生が私どもの研究所を基盤を作って、くださいました。そして私の